個々の利益を優先し、人類の存在を脅かした偽りの王政こそが人類憲章第6条に反する。そう主張して王政幹部を拘束した兵団は、旧体制に参与していた者たちに容赦のない粛清を行った。人類の中枢にあたる人材を失うことにはなったが、秘密裏に保持されていた技術革新の資料や、レイスケ領地の地下空間で発見された光る鉱石、そしてエレンが獲得した硬質化能力など、この内乱を通して人類が得たものもまた大きかった。そんな中、ハンジは技術班と共にとある兵器の開発に注力していた。この鉄の棒が新兵器？せめて槍と言ってくれよ。技術班は私の要望に応えてくれたんだ。中央憲兵が隠し持っていた新技術を導入してね。私の要望とは、つまり鎧の巨人に対抗できる武器が必要ってことだ。敵が硬質化の隙でも見せてくれない限り、私たちはただエレンと鎧の戦いを眺めることしかできなかった。確かに、エレンを連れ去って走るライナーを止めることもできなかった。今のところ、鎧の巨人に対抗できる攻撃手段は、巨人化したエレンの締め技や関節技、それと先日の実験で獲得した硬質化パンチも期待できる。しかし、その武器だけで作戦を達成させるのは困難だろう。壁の穴を塞ぐのも重要だが、我々は何よりも壁の破壊者であるライナーとベルトルトを殺さなければならないのだから。それで、その槍を鎧の巨人に刺そうって言うんですか？見た方が早い。外に行くよ。威力は見ての通り、雷が落ちたようだろ。だから雷槍って呼んでる。そして鈍重な巨人には有効だが、弱点もある。こいつを鎧に食らわせてやるには工夫しないとね。というわけで、モブリット、次の予定を説明してあげてくれ。これから我々は壁外に出て、この雷槍ともう一つの新装備の扱い方を習得するために実地訓練を行う。君たちにも協力してもらいたい。すぐに準備にかかってくれ。新しい装備の効果検証を始めようか。初の実戦投入、楽しみだね。分隊長、不謹慎です。まずは部隊を整えないとね。周りにいる巨人を片付けておこう。行くよ。はっ、キャー、やっ、えっ、ふっ、しゃっ。分隊長、この辺りの巨人は片付いたようだね。じゃあ、あっちで新装備の継承を始めようか。はい、あ、うん、この辺でいいかな。やっちゃうよ。まずは雷槍だ。この槍を巨人に突き刺すと、体内で大爆発を起こすんだ。どの部位に突き刺すのが効果的か、その見極めが何よりも重要だろうね。慣れないうちは戦いづらそうですね。諦めずに頑張ってください。通りだけど、実際に見ると感動するね。
もう一度雷槍を使って巨人と戦ってみましょう。分隊長、雷槍を使わないと今回の作戦の意味がありません。巨人のみんなに会いに行こう。雷槍の効果は期待通りだけど、扱いはちょっと難しいかもしれないね。ええ、自在に使いこなすには場数を踏む必要があるかもしれません。軍隊長、そろそろ次の装備の検証を始めましょう。完了だ。さあ、検証を進めようか。あっちに巨人がいるようだね。行ってみよう。ヒャホー！ヒャホー！さあ、どうだい？あはは！対人立体機動装置の特徴は、小回りの効く機動性だ。ただし、銃は撃つごとに弾薬を消費する。狙いを定めるのも簡単じゃないだろうね。100中で巨人に命中させるにはあと5万発ぐらい撃たないとダメかな。軍隊長、さすがにその数は用意できません。うん、こっちも大体想定通りかな。斬撃とはまた違った立ち回りが必要ですが、使いこなせば高い効果を得られそうですね。ヒャホー！ヒャホー！新装備の効果検証はもう十分かな。上々の成果だったと思うけど。私もそう思います。ではそろそろ帰還しましょうか。軍隊長、飛行士が一体こちらに接近中です。今来られるのはちょっと邪魔だね。討伐しておこう。当てられるようにならないと検証になりませんよね。ちょいよ、できれば捕まる。もう痛かったかい。ひゃー！
えりゃいいんだが。なるほど、運用のやり方を工夫すれば大きな効果を上げられそうですね。刃以上に使い手の技量が問われるな。立つ方は違う。あれ？あっちに強そうな子が出たみたいだ。この子は強敵だな。相手になってくれてありがとう。でも、私たちの勝ちだ。やりましたね、分隊長。検証の手応えは十分だったと思います。最後に貴公子とも戦えたし、有意義な検証になった。さ、戻ろう。新たな攻撃者
周囲を見渡せ。他の敵を捕捉し。奴は扉を塞いだ。馬が通れない程度になる。まず馬を狙い包囲する。我々の大老たちここで殲滅するために。我々は互いに望んでいる。ここで決着をつけようと。人類と巨人ども、どちらが生き残り、どちらが死ぬか。ディルク・ハンとマレーネ・ハンは馬を死せよ。リヴァイ・ハン並びにハンジ・ハンは鎧の巨人を仕留めよ。各艦は指揮のもと雷槍を使用し、何としてでも目的を果たせ。今この時、この一戦に人類存続の全てがかかっている。今一度人類に心臓を捧げよ。お前はこっちで馬の護衛に当たれ。体格の足を失うわけにはいかない。新兵に指示を出しつつ馬を守りきってくれ。小さいのが来ている。新兵の多いこの班に任せるのは無理か。新兵、お前らは馬を西側に移動させろ。いいな。拠点を取る。馬を狙って来る巨人を返り討ちにしてやれ。誰が巨人。新兵は馬を守れ。巨人どもはこっちに任せろ。救援要請。無視はできねえ。馬と神兵からあまり離れない方がいいな。なんとか移動できたようだな。一気にやれ。今だ。お前だ。誰か、巨人が。行く。リヴァイ兵長、新手の巨人が近づいてきています。馬を連れて北東に転進しろ。急げ。行く。巨人の数を減らしておかねえとまずいか。ありがとうございます。馬の護衛に戻ります。3,4 メートル級に苦戦し、負傷者が出ている。今の調査兵団には以前のように力はない。だが、それだけの損害を出さなければ、
けしてここまでたどり着けなかった。巨人が近くに。リヴァイ兵長、戻ってきてください。急いで。新兵は馬を連れて金川へ進め。巨人どもは俺が片付ける。急いで。片付ける。クソども、まだ来やがるのか。数を減らさねえと馬を守りきれねえな。手はするなよ。邪魔だ、どけ。まださすがです。腹を切れ。チュッ。あいつらじゃ馬を守りきれねえな。早くここの巨人どもを片付けねえと。するんじゃねえ。獣の巨人、次はどう出る。
宝石による被害は確認中。さらに小型の巨人複数と機甲士が接近中。もう助からないぞ。俺がどうにかする。お前らは生き残ることだけに専念しろ。ソイリ、邪魔するんじゃねえ。用があるのは貴様の後ろにいるやつだ。救援要請か。無視はできねえ。俺の敵じゃない。ダメだ、勝てない。おとなしく。すみません、死なずに済みました。これ以上馬は殺させません。面倒なのが現れたみてえだな。遊んでる暇はねえ。すぐに始末してやる。なんで俺調査兵団なんかに入っちまったんだろう。死んだか。邪魔しやがって。手こずらせやがって。馬は残ってるんだろうな。はい、まだ残っています。仲間がだいぶやられましたが。あっちはどうなってる。エレンは生きてるんだろうな。まさか。これは鎧の叫びか。やられた。
ならないぞ。俺も言ってやるから、せいぜい悔いが残らねえようにやれ。できねえ。俺の敵じゃん。急いで。に取り掛かるとしよう。たちの勝ちだ。ミラ、よくやった。あれはエレンか。奴に壁の上まで吹っ飛ばされたってわけか。大敗北だ。正直言って俺はもう誰も生きて帰ることすらできないと思っている。ああ、反撃の手だと。何もなければあるのか。この作戦がうまくいけばお前は獣を仕留めることができるかもしれない。
ここにいる新兵と私の命を捧げれば、そして私は真っ先に死、地下室に何があるのか知ることもなく。目標、獣の巨人に騎馬突撃を仕掛ける。当然目標にとっては格好の的だ。我々は一斉に深淵弾を放ち、目標の投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間にリヴァイ兵長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。どうせ死ぬならどうやって死のうと、意味なんかないですよね。全くその通りだ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を打ち砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。死んだ兵士たちが無意味だったのか。いや違う。あの兵士に意味を与えるのは我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒る、兵士を叫ぶ、兵士を戦え。片付ける。突撃！行く！はい！巨人どもを使って忍び寄り、獣の巨人を奇襲しろか。残された手がそれしかねえなら、必ず成功させてやる。こいつらを伝っていくしかねえんだ。的を絞らせないように煙幕を張れ。投石の命中率を少しでも下げるんだ。腹をくくれ。助ける。絶対にたどり着いてやる。面白い暮らしやな。片付ける。俺の敵じゃない。急いで。面白い暮らしやな。邪魔だ、どけ。急いで。おとなしくしてろ。やっと会えたな。何だ。俺の巨人を一人で倒してきたのか。ライナーたちが言っていたリヴァイか。ジョイデン、出すわけにはいかねえんだよ。お前の化け物でもこの数を相手に生き残れるはずはねえ。一気にやれ。じゃあな、リヴァイ。くそ、行く。ザ・子供だ。深淵だ。生きている奴がいるのか。しつけえな。お
それを差し上げ、急いで。ここで倒れるわけにはいかねえ。俺の敵じゃない。急いで。生きているのか。巨人、誰か。志願しなくにまだ仲間がいるはずだ。一人で行けるな。はい、生存者を探しながら行ってみます。あのこれ使ってください。リヴァイが獣の巨人を追撃する一方で、アルミンによる捨て身の作戦によってエレンはベルトルトの確保に成功していた。そこへ突如、四足歩行型の巨人に乗った謎の人物。ついてこい。
の価値だ。いいな、よくやった。トロストクに設置された処刑台は巨人を潰し続け、ウォールマリア内にいた巨人は もう目標地点に近いはずだが、ここで巨人と出くわすとはついてねえな。周囲の巨人を全て討伐して目標地点に急ぐぞ。先行させた索敵班が心配だな。実戦に不慣れな新兵や天族兵も多いし、前線の陣形はもう崩れかかってると考えた方がいいかもしれないね。助ける。よし、周囲の巨人は残らず倒せたね。そういう深淵だ。あっちにも巨人か。くそ、私が向かうわけにもいかないし。救援には俺が向かう。お前はこのまま本体を引いて目標地点へ向かえ。
の巨人がいる限り進めねえな。さっさと討伐するぞ。今だ、お前ら。面白い手足やが、急いで。兵長、ありがとうございます。これで目標地点に向かって進めます。いや、アルミ、お前は俺と来い。頭の切れる奴が必要だ。しっかりしろって。兵長、応援お願いします。ちっ、急いで、行く、手はするな。なんとか片付いたか。兵長、ありがとうございました。本体からだな。判事のやつ苦戦してやがるのか。判事、大丈夫か。リヴァイ、手を貸してくれ。巨人に邪魔されて動けないんだ。お前ら、腹をくくれ。ふう、助かったよ。手間をかけさせて悪かったね。これが俺の仕事だ。よし、移動を再開しよう。リヴァイもついてきて。ついに人類はここまで来た。あと一歩だよ、リヴァイ。ここに来るまでに代償を払いすぎた。海ってのはさぞ価値があるんだろう。一気にやれ。今だ、お前ら。お前ら、腹をくくれ。本体、目標地点に到着しました。よし、ついにたどり着いたな。一気にやれ。深淵弾だな。俺が救援に向かおう。急いで。のため内陸側に防衛線を張っておこう。コニー、サシャ、君たちが仕切ってくれ。わかりました。急いで行きます。新兵は目標地点に向かえ。いいな。急いで。俺の敵じゃ。
違う。すみません、助かりました。まだ戦っている仲間がいるようだ。ジャン、救援に手を貸してもらうぞ。巨人が多い。これでは目標地点に行けない。面白い奴が仕上がった。拠点を作りたいのに巨人が邪魔なんです。なんとかしてもらえませんか。お前ら腹をくくれ。今だ。お前ら突っ込め。片付いた。リヴァイ兵士長、目標地点へ向かいましょう。急いで。よっしゃ、ありがとうございました。拠点の設営を命じられたんですけど、巨人に邪魔されてうまくいかないんです。自分の任務が片付いた。さっさと目標地点に向かえ。お前ら腹をくくれ。今だ。お前ら一気にやれ。手はするなよ。任せ。手はするなよ。片付いた。目標地点に向かうぞ。手はするなよ。任せ。手はするなよ。任せ。手はするなよ。あの深淵弾だ。これまでの巨人とは少し違うようだな。邪魔。俺の敵じゃない。まだ巨人が残っていやがったか。面倒だが倒して先へ進むぞ。巨人の討伐が完了しました。休んでる暇はねえ。すぐ目標地点に向かうぞ。この巨人普通じゃねえな。ここで確実に倒しておくべきだ。なんとか倒せたか。手間かけさせやがって。ようやく目標地点にたどり着いたか。みんな到着してるよね。じゃあ早速海へ向かおうか。ソイル、厄介なのが出やがったようだぞ。一気にやれ。邪魔だ、どけ。その戦い方、僕も見習わなきゃ。面白い話や。急いで。仕方ねえな。最後にこいつらを残らず倒して
終わりにしよう。手こずらせやがって。これでようやく海に迎えるな。移動を再開するぞ。